まず87回、日本プロゴルフ選手権、開催間近になりました。本当に残念ながら天候が今のところあまり良くないんですけども、フェアウェイの状態もそれからグリーンの状態も非常にいい状態です。かなりの雨量があるんですが、フェアウェイ水たまり一つなく、十分プレーできるような状態になっています。あとは選手の熱意、熱気で、この雨雲を飛ばしてくれればいいなというふうに思っているところです。87年の歴史の中で本当に南九州でやる日本プロというのは初めてなんです。九州の北側であったり、それから西側、長崎とかではやりましたけども、この鹿児島県では初めての開催ということです。そういう意味ではこの指宿、このコース自体は過去にカシオワールドというトーナメントがずっと開催されてまして、2000年の前半まで、2003年だったと思いますけども、そこまで開催された本当に素晴らしいコースです。名将井上誠一さんの設計による素晴らしいコースだというふうに思っています。今回このトーナメントをやるにあたって、ここの CEO である岩崎義太郎さんと一緒に、井上さんがもともと設計した図面に沿ったフェアウェイ出しをしていこうということで、やはり長い間もちろんカシオも含めてですね、フェアウェイが狭くなってたり、フェアウェイの場所が変わってたりっていうところもいくつかありまして、それを忠実に復元していこうということで、今回日本プロに向けて井上さんの原図に従ってやってきたというのが今回の改造のポイントです。それと井上さんの時代、昭和43年頃に比べて、やはり選手たちの飛距離が伸びてきているので、ティーグラウンドも3箇所、ティーを伸ばしてもらい、パー5をパー4にするところが1箇所というふうに、セッティングを変えさせていただきました。これが見どころでありますし、日本プロの日本プロらしさかなというふうに思ってますので、ぜひご期待していただきながらご覧いただければいいなというふうに思います。まず11月っていうのは、ラフもあまり伸びてなく、開催できたんですけども、今回は70ミリということでラフもかなり長くさせてもらってます。それから、7月の開催、またこれが梅雨時っていうことがあって、グリーンも11月のように硬くはできない、それから早くもできないということを考えると、ピンの位置はかなり厳しいところに逆にピンが切れるということで、11月とは全く違う状況で開催できるのかなというふうに思ってます。また私が5年ぶりにレギュラーツアーに復帰ということなんですが、もともと会長職をやるにあたってはレギュラーツアーにはもう出ないというふうに言ってたんですが、岩崎義太郎 CEO からどうしても出てくれと、出たらどうだというお誘いを受けて、今回出させてもらうことになりました。出る限りは予選通過を目指し、少しでも上位に行きたいなというふうに思ってますし、蔵元ここにありというところは見せたいなというふうに思います。